サミュエル・ベケット、モロイ、第一部、1-1、書き出し。ここはお袋の部屋だ。今では俺がここで暮らしている。どうやってここまでたどり着いたのかわからない。きっと救急車か何かの乗り物で来たんだろう。人の手を借りたわけだ。一人では来られたはずがない。毎週やってくるあの男、ことによるとあいつのおかげでここにいるのかもしれない。あいつは違うという。あいつは、俺にいくらかの金をくれては、紙切れを取り上げていく。枚数が多ければ金も多い。そう。俺は今仕事をしているんだ。昔の通りにと言ってもいいが、今ではもう仕事の仕方がわからなくなってきた。そんなことはどうだっていいという気もする。俺としては、今はもう自分に残っているものを喋って、別れを告げて、綺麗さっぱり死に切ってしまいたいところだ。ところが、あいつらがそうさせてくれない。そう。相手は大勢いるらしい、という気もする。でも来るのはいつも同じ男だ。それはまだ先の話さ、と男が言う。なるほど。ご覧の通り、俺にはもう意志なんかそんなに残っていないんだ。あいつは、新しい紙切れを取りに来るとき、先週の分を持ってくる。あれこれと印がつけてあるが、何のことかわからない。どうせ読み返すわけでもない。俺が何もしなかったときは、向こうも何もくれずに、小言を言う。しかしこれは金のための仕事じゃない。では何のためだ？わからない。正直なところ、わからないことが多くてね。例えばお袋の死だ。ここへ来たとき、お袋はもう死んでいたっけ？それとも死んだのはもっと後だっけ？つまり、埋葬すべき状態になっていたかどうかということさ。わからない。ことによると埋葬はまだかもしれない。いずれにしても、今お袋の部屋を使っているのは俺だ。お袋の寝床で寝る。お袋の便器で用を足す。とって変わったわけだ。だんだん似ていくに違いない。こっちに息子がいないだけの違いだ。いや、どこかに一人ぐらいいるかもしれないぞ。と言っても心当たりはないが。いればもう年をとって、俺と同じくらいになっているだろう。そうだ。相手は女中だった。本気で愛したわけじゃなかった。本気で愛したのは別の女だ。そのうちわかるさ。ところが、いやはや、その女の名前をまた忘れちまった。時々なんだか、息子の顔を見たこともあり、世話を焼いてやったこともあるような、そんな気分になったりする。よく考えてみると、そんなことはありえない。俺が誰かの世話を焼くことができたなんて、とてもありえない。字の書き方まで忘れたし、単語も半分は忘れた。そんなことはどうだっていいという気もする。俺には似くる男はおかしな奴で、決まって日曜日ごとにやってくるらしい。他の日は塞がっているんだ。奴はいつも喉が渇いている。それが言うには、俺の書き出しはまずかった。別の書き出しにすべきだった。とね、よかろう。俺はまるでバカみたいに、わかるだろう？書き出しから書き出しちまったんだ。だがとにかくこれが俺の書き出しなんだ。あいつらも結局はこれを取っておくつもりだろう。俺の聞き違いでなければな。苦労したんだからな。それがこれさ。こいつには随分苦労した。これが書き出しだったんだ。まったくの話。ところが今はもう終わりかかっている。今やっていることの方がいくらかはマシなのだろうか。わからない。問題はそんなことじゃない。とにかく、これが俺の書き出しなんだ。これでも何かの意味はあるんだろう。あいつらが取っておくんだからな。それがこれさ。今度こそ、その後もう一度だと思うが、それであの世界ともおさらばだと思う。最後の一つ前という感じだ。すべてがぼやけていく。
もう少しすれば目が見えなくなる。頭の中のことさ、頭がもう働かないと、頭が言うんだ。もう働けません、とね。口も聞けなくなり、物音もかすかになる。限界を超えるとたちまちこんなありさまだ。頭もうんざりしているに違いない。そこでこう考えるわけだ。今度こそ俺もうまくいくぞ。ことによるとあともう一度、それでおしまいだ、と。こういう考えを言葉にするのは骨が折れる。というのも、これもある意味では一つの考えだからな。そこで、よく気をつけよう。気をつけてそのあたりのぼんやりしたものを見つめてやろう、ということになって、これも自分の落ち度だ、と自分に言い聞かせながら苦しげに考え込む。落ち度。確かにそう言ったぞ。でも、何の落ち度だ。これでお別れだというわけじゃなし。そこらのぼんやりしたものにしても、この次に通りかかった時に別れを告げてやればいいんだから、どうということもあるまい。何しろ、時が来たならば別れは告げなければならないし、告げないのもどうかしているから、過ぎ去った日々の輪郭や光を思い浮かべるだけなら、未練もない。でも、思い浮かべることなど滅多にないし、そもそも何をもって思い浮かべるんだ。わからない。人間もぞろぞろ通るが、自分がその連中とどう違うのか、はっきり見分けるのも難しい。がっかりさせるじゃないか。